皆さんこんにちは。サワディーカップ万歳大家のチャンネルです。このチャンネルは月曜日から金曜日まで毎日毎日公開しています。1日1本、ビールじゃありませんよ、 YouTube の動画でございます。1日1本、はい。今日は11月6日水曜日、ワンプッ、あまりいい天気じゃないけど全然暑くないです。枝豆で今時間は見えない、あ、2時、午後2時です。まあ曇りがちっていうのこともあるんだろうね。それで今日はね、11月6日といえばね、昨日の夜から今日にかけてアメリカの大統領のね選挙がある。ということで済んだもんなのだ。今回のおしゃべりは政治について。苦手なお方は BGM かお経だと思って聞き流してほしいのだ。YouTube の編集はなんか手につかないっていうかね。いやでもね、いろんなお立場の方がいらっしゃると思いますが、これは万歳大家のね個人的な感想ですが、いやーよかったとね、もうトランプ圧勝ですね。まあね、大体ね、カマラ・ハリスちゃん、ハリスおばちゃん、民主党の予備選挙なしでバイデンが辞めちゃったちから、じゃあ副大統領の私で出ますわよみたいな感じで出ちゃったんだよね。だから予備選挙を行ってない、そういうネガティブっていうか、ちょっと不利なっていうかね。あとね、アジア系そのいわゆるカラードって、色がついてるね、白人じゃないね、しかも女性だっていうことでね、そういうネガティブファクター要素がね、たくさんあってね、今から考えればね。でもすごくよく頑張ってたと思いますよね。トランプの罵詈雑言にも耐えてね。でいつもニコニコしててね、じゃないですか、だけど万歳大家はね、その民主党政権そのものの政策についてはもう一体何やってんのみたいな感じで、先ほどもね、及川信久さんだって、及川さんね、こんばんは、こんにちは、及川ですって、素晴らしいいい声のね、万歳大家のダミ声とは全然違う。その及川さんの YouTube チャンネルね、バンされました、バン。まあ万歳大家もね、万歳大家も最初バンっていうくらいだから、明日は我が身ということでね、そのチャンネル開放さチャンネル見せたんだけど、いや本当におっしゃる通り、もちろんね、そのこっち側からしか見てない、だから民主党側からしか、民主党側から見ればまたなるほどな、そういったことも一理あるなっていうようなことはあるんだろうと思うんだけど、それにしたってね、そのアメリカの現状、そのいろんなの報道だから、もう極端なとか誇張とかね、中には嘘フェイクなんかあったりするんだろうけど、いやでもね、ファクトとしてね、実際に起こってることとして、ああいうことが起こってる、それでね、バシッと手を打てないっていうのはね、本当にね、残念で、やっぱ失勢としか言いようがないんですよね。それでこんなこと言ってる人もいましたよ。まずね、ウクライナに、そこから始まったんですから、プーチンが攻めた時も、
あのバイデンね、あっさりね、あのアメリカは派兵しませんって最初にバシッと言っちゃったんですよね。だからもうね、プーチンやりたい放題ですよ。だそこでね、あのその方がね、おっしゃってたのは、やるやらないは別として、アメリカはその西洋の、わあお姉ちゃんが楽しそうにバイク、わあお姉ちゃんお兄ちゃん、あここ学校なんだね、なんだ、そうそう、お兄ちゃんお姉ちゃんじゃなくて、やって、そういうね、失勢、今ちょっと微妙に話何話したかちょっと混乱してますが、少なくともね、あの派兵なんかしませんなんて言う前に言うんじゃなくて、いやその侵略戦争、そういったようなことは国際的には何のあの正義もないし、いけない、あの万難を発してアメリカはもう可能性のあるものは全て、派兵も含めていろんなことを、これから万全の対策を打っておくと、やるやな、やらないは別として、そういうね、あの立ち位置を示すだけでだいぶ抑止力になってたんじゃないか、あの時のあの判断、それがね一つのね、このその後あの中東の方も始まっちゃった、それであのトラ、これはね、まあ、単なる偶然なのかもしれない、あのけどトランプの時そういうこと全然なかったんですよね。まあ、北朝鮮はあのロケットボンボン撃ってロケットマンってことでトランプ言ってましたけどね、あのちょっと北朝鮮 の方に会いに行きましたね、トランプね。だけどね、そのいわゆるその何ちか、そのいわゆる戦争ですよね、紛争の大きなものはなかったように思うんですよね。それでね、万歳はね、あのトランプもね、本当あのどうしようもないこと言うんだよね、パー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 とね、受けが良いの、受けが良いから言ってもいいじゃんみたいなね、あの日本保守党の代表にも近いようなね、パターンは全然違うけど、だからね、舌下したの技がいっぱいあると思うんですよ。だけどね、あの大きな本質的な言ってることは、ほら万歳大家はあの支持しますよ。あ、なんか電話しながらあのバイク乗ってる人で、ね、後ろでね、なんか声が聞こえてきました、おばちゃんの声が。あの信号は無理だろうな、10、あーそうだね、はい、ここがウィッパーディナスク通り の終点みたいなところです、ここはね。それだからね、あのトランプがいいな、でもあんな人だからな、そういったことをすごい毛嫌いしてる。だからまたね、それに対するね、いろんな人がね、あの X、ツイッターなんかでもトランプが大統領になったらこの世は終わるとかね、あのバイデンの方がもうこの世終わってんじゃん、ある意味じゃね、とか思ったりしてね、まあ、そういうあの惑わされるんだよね。だけどアメリカを、アメリカグレートアゲインっていうのはもう一回あの偉大な国に、それと反するようなことをやってたと思いますよ、バイデンはね。やっぱりあの自国主義、自分の国主義っていうのはこれは極めて重要なことで、これはあの日本にもね、ちゃんとね、あの大切にしてもらいたいところですよ。今はね、あの新しい考え方は今グローバリズムよ、
垣根なし、国境なし、さ、想像してごらん、イマジンなんてふざけんじゃねえってことだよ、本当にね。やっぱりね、文化が違いすぎますよ。今日本だってね、埼玉県とか、まあ、いろんなとこでね、そういった弊害があって、もう相入れない。で、あの日本の国来たから日本の国のやり方に従って今住まわせてください。そんなんじゃないんですよ。我々は昔からこんなんやってたから、いくら日本だろうが何だろうが、我々のやり方やらせてくれないと困るんだっていうことを、何の遠慮もなしに言ってしまう人たちがいるんですよ。そんなことの弊害も あるにもかかわらず、日本は日本人のだけのものじゃないとかね、本当にね、それとやっぱ通じてると思うんですよね、トランプさんのね、アメリカ、グレートアゲインとかね、アメリカンファーストとかね、それは当然だと思いますよ。そういったようなこともっとね、やればいいと思うんですよ。それでその及川さんのね、YouTube 見せたんですけど、ロサンゼルス警察、ゆりさんってすごくね、お美しいね、長髪の、日本人の目の大きいね、女性の方が出て、それで ロサンゼルス警察なんですよ。で、アメリカに帰化されて、帰化っていうのかな、アメリカ、まあ、もちろんグリーンカードとか、それは外国人対象のものなのかな、なんて言って、その、ロサンゼルスで警察したら、ロサンゼルスったらね、カリフォルニア、もうカリフォルニアでも完全にね、民主党の牙城で、民主党、その海辺ですよ、海辺、東海岸、西海岸で、西海岸の方はロサンゼルスとかサンフランシスコとか、いわゆるカリフォルニア州ですよね。それとか西の方行くと、それもやっぱニューヨーク市とかね、そこら辺はね、完全に民主党が強いんですよね。で、ブルーステートって言いますよね、うん、なんか話、なんかいっぱいあるな、これ、それで大体ね、アメリカの真ん中ら辺のね、あんまり人口の多くないところ、そのいろんな言い方があるんだろうと思うけど、そこら辺のね、いわゆるカウボーイがいるようなとことか、その南の方行くと、なんだ、すごくジャズの発祥地、ディキシーランドとか、ミシシッピ川の河口あたりとかね、リバーボートが走ってる、浮いてるようなとこね。それでね、その その、ロサンゼルス警察のゆりさん、その人がでもよくやってるなと思います。ロサンゼルスとかね、まあ、サンフランシスコもそうだけど、ドラッグ、薬ね、それとね、役立つしてもあれ、罪、そんなに重い罪にならないとかね、それで警察の予算を民主党政権が減らそうとしたとかね、そんなんでもうひどいことになってますよね。まあこれもね、ごく一部で、大方はその大したことない。そのロサンゼルス警察のそのユリさんって方も、もっとひどくなったらアメリカの国で出ようと思ってましたとか言ってたけど、その今トランプがね優勢になって、やっとその民主党のそのやり方、移民に甘すぎる、不法移民だろうが何だろうが、それでその不法移民をいっぱいね、カリフォルニアのロサンゼルスにどん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 入れて、その人たちに民主党のね票を入れさせれば安泰だろうという、そういうね、
とんでもないような発想、それ本当にそしてだとしたら、もうあの亡国ですよね、 国を滅ぼすあの政策ですよね。だからその昔からそのカリフォルニア、すごく天気が良くて乾燥してね、あの住みやすいところ、なんかパラダイスなんですよ、気候的には。でも、もうそんなとこいられないって、でみんなね、テキサスだったっけ、ニューメキシコ、他の国に移住し始めてるって、それであのカリフォルニアのね、昔からいた人がどんどん抜けちゃってって言ってるってね、もうそういう話を聞くとね、一体どうしたなんかね、あの雑把な、大雑把な言い方すると民主党、あのなんか日本もそうじゃないですか、頭のいい人はリベラルなんだぜ、ちょい左なんだぜ、いいだろうみたいな感じですね。左であるっていう、リベラルであるっていうのは、なんかね、かっこいいと勘違いしてるんだよね。それのとどのつまりが今ですよね。あのヨーロッパもそうだと思います。保守、耳寄りとは言えないけど、その国を大切にする、 あるいは国を愛する、そんなようなことを言ってる人たちは、頭悪くて考え方が古くて旧態依然としてなんてね、あの旧態依然としててもね、守らなきゃならないことは守らなきゃならないんですよね。今すごいうるさかったから声あんまり聞こえなかったと思うんですけど、頭いい人はちゃんとね、その国、あの住みやすくて犯罪の治安のいい、そういう世の中を作ってくださいよ。万歳よ、頭悪いからね、頭悪いやつはそういうことしか考えないと言われれば、それで結構ですよ。はい、その通りでございます、ね、だけどね、本当に頭のいいって、あの自主してるんであれば、その現状をね、どう説明し、いや理想はなかなかね、あの理想っていうのはなかなか追求してもなかなか、あのうまくいかないもんだ、こっちから言ってみるか、じゃあなんてね、ああいえばこういうね、ああ言えば上位みたいな感じなんだろうけどね、うん、そういうね、あの今もうね、あのトランプがね、勝利宣言するってね、なんでかしたら、あのレッドステート共和党、それでブルーステート民主党っていうのはもう、あの大体あの決定的というか、あのいつも決まっちゃってる州があって、それであのアメリカ50運州の中の 7つの州だけ、あのその選挙の時にその共和党になったり民主党になったりすると、それ揺れるんで、こうくるくる揺れるんで、スイング揺れる州、スイングステートって言いますよね。今日本では激戦州とかって言いますよね。激戦州、あの激戦、そうです、微妙だからね。そのトランプもカマラ・ハリスも何度もその7つ の, あの州、あのそれで代表的な州は、ペンシルバニア州、そこでトランプが耳ダカーンってやられちゃったんですよね。でも何度も言ってるんですよね。でもそのペンシルバニア州を取れば、あのもうその選挙は取れるんじゃないかっていう、そのスイングステートの代表的なところなんだそうですよ。だんだん万歳ようやもアメリカのことが分かるようになってきましたよね、うん、でこれは左曲がるじゃねえんだね、まっすぐの行けねえんだね。はいはい、行きますよ。へえ、まっすぐ、あのあれは長つるいのは、あれですよ、プラトナムの
バイオークスカイというホテルですね、建物ですね。あ、まっすぐ行くとパヤタイなんだって、うん、それで、何話したのか、すいません。そのスイングステートが7州あって、先ほどその及川さんの YouTube 選挙実況見せたら、もう一州以外ほとんど全部トランプ取っちゃったんですよね。その選挙のためにあの変わることがあるし、そのスイングステートをほとんどトランプが抑えちゃったということで、もうあの選挙のね開票完全に終わってるわけじゃないけど、トランプがね勝利宣言、勝ったぜ。でバイデンの方、あのカマラ・ハリスの方が敗北宣言すればそれでもう決まりなんだけど、前回はねなんとかジャンプっていうのはね、もうあのアメリカの方はもう夜も遅いからこれから一眠りするんだろうけど、一眠りして目覚めたら急にそっち側が勝ってたって、いきなりドコーンってね票数が上がったというね。それで、ま、前回はね不正選挙じゃないかとかというそういう話があったんですよね。でそれがね解明されないままうやむや、なんか小さなね不正はたくさんあったっていうらしいんだけどね、今もねもうすでにねおかしいんじゃねえか、おかしい。でもそういったようなねニュースとかSNS っていうのはガセネタであったり嘘であったりするんで、その通りだって言えないところがあるんだよね。でもね本当にそういったことが156.15があるんであれば、それは徹底解明してね厳罰に処さないとダメです。死刑ですよ、死刑。まあアメリカに死刑あるのかどうか知らないけど、そういうことを本当にやって、死亡者なんかいたらね、その国民の意思をないがしろにするような悪の温床は、これはもうね人を殺める、あるいは税金に脱税する、それと同じぐらいのね重い罪にすべきだ。これなんかいつか言った話したかもしれないですけど、そんな風に万歳ようやをね思ってますよ。それでそのロサンゼルス警察の女性のね、お美しい女性のユリさんってね、ロサンゼルス警察の方がトランプが勝ってまたね共和党政権だったら泣いちゃうかもしれませんってですね、だってなんだあのバイク、そんでロサンゼルス警察でね、それでその不法移民のやつらがコンビニとかその中入ってもう好きなだけもう略奪ですよね、それで言ってましたよ。それで街でその不法移民でマークされてるやつがいると、それを警察が捕まえて、それで検察かどっかね、そこ連れてくんだそうですよ。そしたらね、そのゆりさんがせっかくね大変なね警察が捕まえてって言っても、次の日にはまたその街に平気でいるって言うんだよね。だから不起訴にしてまた戻してるバカな奴らがいるんだよね。でそれをまたゆりさんたちが捕まえる、それの繰り返しだとか言ってましたね。これは穴が実装じゃないと思うんですよね。あ、これ試合テトリじゃないですね、これいつも走ってるトリです。そんな国でいいのかって言いたいよね。やっぱり警察とか自衛隊とかね、そういった人ような人たちのっていうのはやっぱ尊い仕事をね、まあ、学校の先生に聞くとそうなのかな。国の大きな基本的な、ね、礎をね形づくる大切なね、その人たちをそういったことをして平気な政権っていうのはね、万代はやっぱり許せませんよね。ご常連の皆さんいかがでしょうかね。そういったことを話すやつらはネトウヨだ。ネトウヨ結構ネトウヨ上等ですよ。万歳はバカすぎてネトウヨにもなれないというかね、ただ毎日 YouTube こうやって上げてるだけっていうかね、ずいぶん今日もなんかね
愚痴っぽいな話がね、でもね、思いはね、あ、よかったなと、そのロサンゼルス警察のユリさん、泣いちゃいそうなんて言ってたけどね、いや本当矢面立ってる人たちはそれぐらい大変だね。それでロサンゼルス警察の人たちがアリゾナだっけ、テキサスか、そっちの方みんなね、ロサンゼルスも抜けちゃって危ないから警察やめて、それでテキサスがそっちので警官やってるっていうんだよね。そんなね、そんな政府最悪ですよね、本当に。あ、ついでにね、ちょっとね、日本の政治のこともちょっと話しましょうか。最近ね、国民民主党の玉木さんもそうだけど、石破和也幹事長、この前も一回話しましたけど、その石破幹事長よりももっと面白いのは石破幹事長の飼ってるヤギ。飼ってるヤギがまたね、すごいんだ。ね、日本にいる普通のミーっていうヤギじゃなくて角がめちゃめちゃでかいんだわ。それでその石破幹事長もね、最初は草っぱ、野原が草ぼうぼうなんで、ヤギ買ったらヤギ食べてくれるよって思って買ったんだけど、つったら子供産んで、そしたらすごいでかい角でね、ここで塀いっぱい作ってね、ここで新馬幹事長が干し草買ってんだよね。どっかからあ、輸入物だとかしたかな、ちょっと脱線したけど、ヤギ、その国民民主党なんだけど、今ねよくね、ネットのニュース出てるのは103万円撤廃、103万円っていうのはよく出てますよね。あれ何かしと、例えば、働いてる旦那さん、それで奥さんもちょっと時間できたからちょっとパートとかアルバイトしようとね。だけど103万円以上給料もらうと、旦那さんからもらってた扶養手当、それで税金も合わせて全部カットされると。で旦那さんの手取りがさらに少なくなる、そういう話なんですよね。そしたらね、偉そうな人がバカなこと言って、103万円が110万円になったら、それ4万円だけ所得税払えばいいんだからって、ね、そういう単純なこと言ってるバカがいるんだけどね、それ国会議員ですよ。扶養が外されるんですよね。だからすごく、だからね、年末年始その1年間の収入が103万円にならないように、年末商戦の一番忙しい時、そういう時に私も103万円越しちゃうんで、お忙しいとこ申し訳ないんですけど、パートアルバイトはちょっと出れないんですって言われて、雇ってる人たちは大変だと。それで国民民主党玉木さんよくぞ言ってくれた。そういうのもっと最初、もっと早いうちに家とか言いたくなるんだよね、その働いてる人たちね。なんで誰もそれ、それでね、まあ、それが一つ。でそのね、103万円なんだけど、これね、ずっとバンジャウェア、本当に学生になる前、高校生ぐらい、もっともう30年も40年も前ぐらいから、ずっと103万円って金額そのものが、変わらないって、これは絶対おかしいですよね。その間、税金がいっぱい上がってるし、年金、保険料も上がってるし、で物価ももちろん上がってると。だけどね、その103万円の上限、それはそのままだ。それでそれを上げると178万円だったかな、国民民主党っていうのは。それと4兆だか 7兆だか減収するって言うんだけどね。でよく考えてみるとね、頭のより万歳が考えてみると、そうやって周りのね、日本の円の価値がどんどん値上がりしていくことによって円の価値が落ちると、落ちるわけですよね。そしたら103万円しか働けなくなるつんであれば、その働く時間がどんどん短くなる。これってね、
103万円と金額をフィックスにしてしまう、固定してしまうっていうことは、言葉変えればね、増税してたっていうことですよ、今までずっとね。まあ、年金なんかそうですよね、僕は物価スライド制みたいになってますよね。103万円っていうね、区切りもね、物価スライド制にしてなければおかしかったんだと万歳ようや思います。そう、今までね、国会議員の人たち誰も気づかなかったわけじゃないと思うんだけどね、なんでそのままになってたんだろうね。でこれ最近ちょっとずつ切り上げる上げる、ふんじゃたくさん前どうするっていうな話になったんだと思うんだけど、俺もひでえ話だよね、本当にね。国会議員でさっき万歳ぐらいは頭悪いっすけど、頭の悪い万歳ぐらいでさえ気づいてしまうっていうね。それ議員さんたちって、ね、発揮士ってね、どんだけ頭いいのかって疑いたくなりますよね、本当に。あれ青になりました。これで減収なる財源どうする、財源どうするって言ってるけど、万歳親はね、はっきり言ってね、今はね、税金取りすぎ、それで一般会計だけじゃなくて特別会計ね、それ暴こうとして、なんかね、あやめられちゃった石井さんとかっていう国会議員もいるやに聞きますけど、特別会計の闇暴けよとか言いたくなるよね。それが暴かないみたいね。それでその利権むさぼって左打ち合いで金儲けてるね、まあその国会議員もいるって言うんだよね、だからね、万歳ぐらいしててね、はっきり言って税金はね、取りすぎてもうガッポガッポね、余ってるんだと思いますよ。だから外国人に生活保護費を上げたり、なんだそういう日本の国民じゃない人まで施しをする、そういう余裕があるんですね、余裕がね。本当にお金足りなかったら、税収足りなかったら、そんなもん絶対許せませんよ。お金ありませんから、日本の国はそんなこととてもじゃないけどできません。発展途上国です、日本は。貧乏国ですって言えばいいんです。それでね、あげちゃうんだよね、ことごとさようにね。万歳ようやはね、税金ね、絶対取りすぎてるんだと思いますよ。それをちょっと言うとね、なんで財源どうするんだ、税収が減るじゃねえか。お役所の中にも議員さんの中にも、どう考えてもね、おかしな考え方の人がいると、そういうふうに思っちゃうわけですよ、万歳ようやね。まあ万歳ようやが一番頭悪いんですけどね、そういうわけで、ちょっとぐるっとね、ご飯食べに出てるわけじゃなくて、まあとにかくその一つのね、アメリカの流れが変わりつつある。それを機会にね、日本もね、しかるべき、正すべきところはきちんと正して、それでもっとね、頑張ってね、賢く、ワイズスペンディングなんて言いますけど、賢く税金使ってるね、じゃあ、税金払いますよ、税金払うのは国民の誉れですからね、払いますよって気持ちよく払わさせてみてくださいよ、本当にね。はい、ここはね、ヤンオちゃんコーナーになりましたっていうようなことを言う場所なんですよ、ここはね。にゃんごちゃんコーナーエリアなんです、ここは。でもう一つ言うのは、ムカついた人この万歳ようやの話よく聞こえねえじゃないか、なんか思った人、でもせっかくのご縁です。いいねボタンポチリと、いいねボタンです。いいねボタン押してもちくしょうなんて思うことはありませんから、世の中の平和のためにいいねボタン
そういうことでにゃんごちゃんコーナーもご覧になってください。それではバイバイでございます。はい、朝にゃんごちゃんだよ。はい、こっちがお母さん、あっちがもどきだよね。ほら来た来た来た、ほら万歳ようやのね。にゃんもにゃんも、今日ごめんね。今日チャウチュール持ってきてない。これから土日のね、土日に行くから。うわにゃんもなでてあげるよ。にゃご、にゃごちゃん、足治った足。にゃごちゃん。で、向こうには、ほら、もどきにゃごちゃんがじっとこっち見てる。